チャオ、あっちゃんです。今日はね、そらたまさんにいただいた米粉のね、マドレーヌいただきます。これね、米粉バナナ。あとね、子供がね、いただいてみたいな。あっちゃんね、いただいて動画撮れてなかったんで、だから、これまだ残してあって、なかなかね、食べる機会がなくて、いただきます。ご飯食べた後に食べようかなと思ってもなんかねこうちょっと食べられんお腹いっぱいやったりねタイミングがずれていただきます。あのミキちゃんのお仏壇にずっとね備えさせてもらってていただきます。おいしいね。米粉で作られてるから、ね、安心して食べられるよ。どこ行ったのどこや、卵全卵国産米粉富山県産きび砂糖バターアーモンドパウダー水飴バナナ玄米佐賀県産ココナッツ油、食塩、ふくらし粉、アルミニウム、塩。いいね。なんかすごい、あっちゃんの、すごいなんかいつもね、こう、気を使っているところが全部満載されてる感じ。おいしい。で、結構米粉ってね、ザラついたり、パサついたり、ね、やっぱするし、ね、玄米を使ってるから、ね、玄米も癖があんねんけど、ないのよ。ちょっとコーヒーを飲んでね、なんていうのかな。普通に何も言わねえと食べたら、わからへん。なんかクルクルしたい。もちろんね、小麦粉で作った、なんていうの、マドレーヌとかは、結構、ふわっとして、しっとりしてふわっとしてる。噛んだ時に、この、ぎゅって噛みちみた感じなんだけど、もう一粒一粒がね、一粒がこの、生地自体がね、ちょっと詰まってる感じ。食感がね、一粒一粒が、ちょっと、こう、なんていうのかな、しっかりしてる感じがするの。小麦粉やったらふわって感じするんだけど、それがしっかりしてるのが、米粉っぽいなっていうのがあるけどね、その米粉っぽさの、なんていうの、硬さっていうのがなかなかこれね、難しいんよ、作って。あっちゃんも、あれ作ってね、米粉で、最近スイーツ作ったり、ケーキ作ったりしてんねんけども、やっぱりその、ふくらし粉の、配合がすごい難しくてね。あっちゃんは編み出したのよ。このふくらし粉は何を使ってんのかわからへんね。アルミニウム不使用やから、多分ね、アルミを使ってないベーキングパウダーを使ってるんやと思うんだけど、あっちゃんは、重曹と、クエン酸で膨らますんやけど、重曹とクエン酸で膨らますとどうしてもやっぱりね、ちょっとこうしょっぱ苦い重曹の癖が出やすいのよ。だからそれがないねん。だから多分ベーキングパウダーやと思うんだけど、アルミを使ってないっていうのはすごいこだわりやと思うね。前にも一回ね、知り合いにお店で作った米粉のケーキをもらってね、ケーキ生地食べてんけど、やっぱり同じような感じやね。どうしてもその米粉特有のこの何ちゅうかな、パサつき感って出やすいんやけども、でもそのパサつき感をうまくしっとりさでね抑えてんのよ。もう美味しい。味もね、
普通に何も言われないと食べたら普通のマドレーヌかなって思うよ、うん、米粉って聞くから先入観で米粉を意識しながら食べるからうんうん、しっかりしてるねって感じするけど、うん、黙って食べたらだって小麦粉を作ってもこの食感ね、下の水とかザラって言い方したらちょっとおへむんだけど下の上に、うん、一粒一粒がちょっとこうバンってばらけた時にふわってばらけるんちゃってザラザラってばらけんでね、これが好きか嫌いかって言ったら分かれんだけどあっちゃん嫌いじゃないのよ。で、うん、美味しい。味はもうめちゃくちゃ美味しいよ。うん。うん。なんかね、結構甘さもね、程よい甘さ。これにね、ブラックコーヒーが合うのよ。美味しいわ。うん。ということでね、今日は、そらたまさんからいただいた米粉マドレーヌを食べようと思ってるけど、なかなかね、うん、機会を失ったり、ちゃんと貴重な米粉のね、うん、マドレーヌ、なかなか手に入るもんちゃうしね、楽しみにしとったらね、やっちゃんつい食べそびれてて興味になりました。マーション期限ギリギリいける、ギリギリ違う、もうちょっといけるんでね。うん。今月20何日まで行ったから、今日ちょっと落ち着いて、うん、普通に毎日見てるのにね、うん、あ、また明日食べようね。うん。あ、美味しかった。さらたまさんありがとうございました。やっぱりね、米粉釜出し米粉マドレーヌバナナ美味しかったね、うん、ありがとうございました。なかなかね、手に入るもんじゃないんでね、こういうのをいただくとすごい嬉しいです。ありがとうございます。やっぱりね、こういうこだわりの焼き菓子とかってね、ケーキなんかでもせえし、こういうねマドレーヌとかこういう焼き菓子もせえし、クッキーもせえねんけど、米粉を使うことでね、うん、やっぱりその作り方難しいね。あっちゃんはね、重曹とクエン酸とでを混ぜんやけども、それをね、なんていうのかな、重曹とクエン酸と米粉をきれいに混ぜて水を入れてね、でよく混ぜるとね発泡していくんだよ。その重曹だけでも膨らむねん、もちろん。重曹だけでも膨らむねんけど、膨らみが足らんから、クエン酸入れることによって発泡するのね。発泡することによって、こう中がね、空気層ができてね、柔らかい、いい食感のケーキになるのね。それを、あっちゃんが編み出してね。ずっとだから重曹でやってて、膨らむのは膨らむけど、膨らみ足らんなとか、ちょっとしっかり硬いなって。だから、あれ何作った時だっけな、ウイローになったんよね。ウイローみたい、確かにウイローって米粉で作ってね、こうやってやったらウイローになんねんけど、ウイローみたいになってしまって、そうじゃなくなんで発泡せへんのかなと。でクエン酸と重曹したら発泡するからね、なんちゅうの、いや二酸化炭素っていうのが出るから、ふわってやって空気層ができて、でそこのところがケーキのふんわり感出るんちゃうかと思って、クエン酸混ぜたところね、今度はね、なんかね、変にムラができたの。だから先に粉を全部混ぜといて、でからやったらええんちゃうかと思ってやったら、バッチリ成功やって、それも重曹とクエン酸、米粉に重曹クエン酸を入れたらあかんがって、米粉と重曹クエン酸混ぜたものを入れて混ぜたんで、ね、そうすることによってね、均等に混ざったんかなんかしらけど、きれいにふわーって膨らんだ、うん、これはね、正解。ただやっぱり重曹のちょっと味がね、敏感な人には分かるみたいねんけどもね。だそこのところ、どれだけ重曹とクエン酸を減らして膨らませられるかっていうのは今後の課題やねんけどね。うん、でも、この、やっぱお店で作ったやつね、やっぱここはプロやから、やっぱね、そこの配合うまいよね。口の中入った瞬間、バーンってばらけて、で、確かに一瞬米粉の、この、なんていうかな、硬さっていうか、ざらつきっていうのは感じんねんけども、すぐにそれも気にならへん。それは多分味でカバーしてるんやと思うけどね。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今日はそらたまさんからいただいた、釜出し米粉マドレーヌバナナ
美味しかったです。ごちそうさまでした。子供もね、先にいただいて、美味しかったよって言われたんでね、本当ありがとうございました。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのスイーツタイム良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。